お疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回はですね、ベルト類ですかね、パンクですかね、秒ですかね、リングベルトですかね、666のですね、秒ベルトなんですけども、そうですね、もうジョージ・コックス、から始まる前にですね、秒ベルトを買っておりましたので、こちらはですね666の666ですか、パンクショップの秒ベルトと白の黒とでリングベルトですか、ご紹介できればいいなと思っておりまして、今日はですねちょっと変わったベルトをパンク類ですかのベルトをですね紹介できればいいなと思って動画をアップすることにいたしました。で、この秒じゃな、見てください、これもう使ってこんなめくれてるでしょ。これぐらい使ったんですよね。確かサイズ表記はここに書いてあったような気もするんですが、すべて S サイズで、 S の方で買っ、 S という表記だったかちょっと忘れちゃったんですけどね、全部細身の S で買っておりました。黒もそうですね、よく使っておりましたね。だからもうここが裂けるぐらいまで使っておりましたので、本当にねバシバシに使っておりましたね。で、ある時にですねリングベルト、ほんま弾薬のねベルトも欲しかったんですけども、懐かしいでしょ、今思えばなぜ買ったんだろうかなと思うぐらいですね、思っちゃうんですけども。というぐらいね、もうパンクにもハマりましたし、これを見ていただけたらちょっとわかるんですよね。僕が、私がですね、パンクにハマったきっかけという意味も含めてね、こういうものも買ってたっていうことをですね、何かしらの形で証明できればいいなと思っておりますので、ほんとね、パンクはものすごい、僕もね、びっくりしたんですけども、昔の話ですよ。みんなね、パンクが流行りまして、みんなかどうか分かりませんが、ほぼですね、そうですね、6割ぐらいはね、パンクの方がおられまして、僕ら、10代の時ですかね、瓶ビールを持ちながら、座ってですね、地べたに座ってですね、みんな集まってですね、もうその時にはネットなんてないですよ。みんなそういって集まって会話して楽しんだ時代ですね。そういった仲間に入ろうとかね、仲間に入ろうというわけではないんですけども、もうある意味コスプレイヤーみたいな感じですかね。あれにはね、もう衝撃を受けましてね、僕もパンクの、CD とかですね、洋楽の、そうですね、もう忘れちゃいましたが、よく買ってはいてて、買ってはおりました。やっぱりパンクはいいですね。で、今そういう風なものをつけることはないんですけども、そうですね、またパンクが流行りも廃りも、これ全く関係ないんですけどね、もうパンクが好きな人は好きって言えるような人たちがですね、つけるものですので、私はですね、もう卒業っていう形を持ちましてですね、多分もう買うことがなくなったとそこでも思ったんですよね。やはりいろんなものを洋服に影響を受けますと、いろんな方向性に枝分かれしていきますので、その中の一つの一部としてですね、私もパンクにハマっておりましたので、モヒカンもしましたよ。本当にね、思い出のあるベルトでございました。でですね、またですね、何かそのベルトでもまたですね、そうですね、何か紹介できるものがございましたら、また動画を上げていきたいと思っておりますので、今回は短い動画で終わらせていただきます。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。